イギリスの BBC 放送では、被害者である女性に落ち度があったと、これ、伊藤さんの名前出して、伊藤さんのことなんですが、落ち度があったと、まあ、インタビューで政務官を答えてですね、2020年には、性暴力被害者のためのワンストップ支援センターを全国で増設をするという方針に対して、政務官は、女性はいくらでも嘘をつけますからと、性暴力被害の虚偽申告があるような発言をされています。まあ、一つ目、まずお聞きしたいんですが、性暴力被害者にどんな落ち度があるんでしょうか。もう一つ、女性はいくらでも嘘をつけるんでしょうか。2点、政務官にお伺いをいたします。杉田総務大臣政務官。まずご指摘の私の過去の発言につきましては、これは性暴力被害者に対して申し上げたことでは全くございません。また、この女性はいくらでも嘘をつけますからというのに、女性を蔑視する意図も全くございませんでした。以上でございます。はい、塩村彩香さん。すみません、性暴力被害者にどんな落ち度があるのか、これ、一般論で聞かせていただきますね、では。杉田総務大臣政務官。女性が嘘をつくという発言をしたものの中に、性暴力被害者に落ち度があるというような意図は全くございませんし、そのような発言はしておりません。質問を続けてください。お願いします。塩村彩香さん。すみません、私が聞いたことはちょっと違いますよね。その文脈で聞いているわけではありません。全く別の文脈、2つのことを聞いているので、一緒にしてその中で聞いてないというのは違うと思います。もう一度答えてください。杉田総務大臣政務官。申し訳ございませんが、その落ち度があるという発言がよく分かりませんので、申し訳ございません、お答えできません。塩村彩香さん。はい、BBC のインタビューで、被害者である女性、伊藤さんに、女性として落ち度があったと答えています、これについてお聞かせください。杉田総務大臣政務官。BBC のインタビューを受けたのは今から4年前でございまして、当時は刑事裁判におきまして、不起訴ということになっております、そしてまた検察の方も不起訴相当ということになっておりまして、当時は性暴力というのはございませんで、性被害者というのも存在していないというふうに思っております。以上です。塩村彩香さん。すみません、聞いたことに答えていただいてない、その答弁について、私はもう意味ができない、理解ができない状況になっているんですね。政務官は女性として落ち度があったというふうにインタビューで答えているんですね。で、その様子を自分で写真に撮って、ブログとかに載せてますよね。女性に落ち度があったというふうに言っているので、性被害を受けた女性に落ち度があるという考え方、それいいんですかということを聞かせていただいています。杉田総務大臣政務官。一般論として申し上げますと、それぞれのケースによって、どちらに落ち度があるということは申し上げられないというふうに思っております。はい、塩村彩香さん。すみません、政務官、落ち度があるっておっしゃってるんですね、インタビューで。まあ、そこで、じゃあちょっともう次に行きます、次といいますか、小倉大臣にじゃあお伺いをしたいと思います。